インドネシアのインドゥーフード、インドゥーミーラサカルドゥアヤム、揚げ麺に粉末スープとチリパウダーがついています。麺は中太の角断面で、表面がやや荒れた舌触りです。適度な歯応えがありますが、香りは今一つという印象を持ちました。正直なところ、ナンバー5523の ABC の麺の方は一段レベルが上だと思います。スープは濁り感のある淡い色で、鶏ガラをじっくりと煮込んだような旨味がよく出ています。マイルドで優しい味です。しかしチリパウダーを全部入れても、もう少し刺激が欲しいと感じました。香りも全体的に地味で、穏やかというか抑揚の少ない味です。調味料が省略されていることも一因だと思いますが、あまりインドネシアとか南国らしさを感じさせない製品です。